こんにちは、コロルです。はい、えっ、ー、と、チャネリングですね。またリクエストいただきまして、えー、中田厚彦さんをチャネリングしました。今話題になっている、えー、松本人志さんをディスった動画がね、炎上している件なんですけど、えーえーと、その動画は見ないでやりました。で、3つの質問をいただきまして、えー、1、どうして松本人志をディスったのか。2、めちゃくちゃ炎上していることに、 があるか他の芸人もも中田くんに対してて怒っるるが仲直りするつもりすつはあるか、はい、この3つをチャネルリングしてみました。で、えー、結果はですね、最初の、どうして松本ひとしをディスったのか、このチャネルリング、えー、悲しいってきましたね、悲しみ、悲しい気持ちが来ました。えー、これは、過去にすごい傷ついたことがあって、 えー、えー、怒りがあって、まあ根っこの方にか、悲しかったですね、きっとね。えー、で、中田敦彦さんの世代にとって、っ松本さんっていうのはすごい憧れの存在だったんだと思うんですよね。90年代とかね。うん。自分がまだ学生時代の時とかにお笑いの 世界に入りたいって思ったきっかけだったと思うんですけど、えー、その、えー、憧れの大先輩から、えー、ちょっと傷つく悲しいことをされた、されたっていうか、そういうことがあった。まあ、も、ま、ともとひとりさんが悪いことしたとかじゃなくて、中田さんが悲しい、結果として悲しかった、すごく悲しかった、みたいなことがあって、それでその悲しみが、この今の批判行動に結びついちゃっているというチャネルリング結果でした。 で、二番目、えー、めちゃくちゃ炎上していることに危機感があるか、えー。これはですね、危機感はなくて、えー、それを静観している、見極めているっていうのが来ました。えー、あの戦国武将じゃないですけど、えー、冷静に俯瞰して見極めているんですね。で、それを、えー、いい方向に行くか、厳しい方向に行くか、タイミングを見計らっているこう戦国武将のような、えー 視点が感じられました。はい。で、3、他の芸人も中君に対して怒ってるが、仲直りするつもりはあるかこれは、えー、ないですね。ないってきました。でね、主者選択、えー、本当の自分の味方だけを、えー、残そう。そういう考えで、えー、危機感はない。危機感とか、えー、仲直りするつもりはないですね。はい。で、えー、このことで何か、 え、炎上商法だとか、あの、登り詰めようとか、お笑い会で登り詰めようとか、そういうのは思ってない、結構、あの、えー、純粋なところで、こういう発言をしちゃったのを感じます。え、純粋に、もうですね、自分の心にずっとあった、あの、どうしても、あの、消せない思いをですね、吐露した結果、こうなってしまったって感じで、えー、 あこの中田敦彦さんは、あのまあまあいいかって収めたりですね、あの薄めていったりとかできないタイプ、一度刻まれたものは、もう死んでもわ忘れない、死んでも思い続けるみたいな、ものすごい意思を感じました。はい、えしつこいというか、うん、そういう方なんだなと思います。 えまあ、これがどういうふうに収束、収束していくかって大げさなんですけど、どうなってもですね、中田さん自身は、え自分はですねあの、どんな分野でも優秀でえ、人生切り開いていくことができるという自信があるので、えー、どうなってもですね、えまあ、それなりに優秀ですしあの、身を立てていくと思いますので、えまあ、これで自分の多分見方をね、はっきり、えー 見極めてるんじゃないかなっていう感じです。はい。以上が、高田さんのチャンネリングになります。